サマーズチャンネル。どうも。ね。はい。あ、お願いします。コカケンが。あんま言われたことないですけど。コカケン言われたことない。はい。コカドケンだろう。コカケンです。コカケンね。はい。コカケン。コカケンがいるんで、ややこしすぎますね、ちょっと。コカケンがいるのか。コカケンがいるんで、はい。今日もね、頼むよ。お願いします。うん、コカドね、一緒にやろうよ、はい。一緒にやらせてください。今、廊下歩いてたらさ、うん、吉本興業のなんとかですって紹介されたけど、うん、関係ないよね。出てくんじゃないの出てくるんじゃないですか。先にご挨拶しちゃったパターンじゃないの。じゃあ、いや、わかマネージャーさんから名刺交換してたの。ああ、マネージャー同士で、うん、じゃあ絶対出てくる、うん、そのバレーやめてほしいんだよ、うん、吉本の人が出てくるっていう、ね、あバレーっていうか、うん、俺がそもそも内緒にされてるってこと思ってないもんね。いや俺も知らないもん、それ出てくるかどうか見てみる。うん、じゃん、あれ、うん、ご機嫌Tシャツ大喜利。え、何ですかそれ。全然ゲストということじゃないね、ほら。あ、違うね。ご機嫌 T シャツ大喜利。ご機嫌 T シャツってご存知ですか。知らない。知らない。原宿とかに売っているような面白 T シャツなんですけど、うん、ちょっと一例を。それでもご機嫌って書いてあるやつ。あ、もう文字書いてるやつ。ああ、これのことご機嫌 T シャツって言うんだ。一番 T シャツなら知ってるけどね。一番とかね、ハルク・ホーガンとかね。あ、なんか一郎が練習の時に着てるみたいな ありましたよね。で今回なんですけど、その面白 T シャツで大喜利をしようという企画になっています。へー、面白 T シャツが難しいとこだよね。難しいとこかどうかっていうとこにね。確かにね、入ってくるじゃん。確かにここに出てるやつも面白いかってなるということではないからね。何もないところからのスタートはだと思いますので、はい、今からその様々なタイプの方に登場していただいて、うん、でその人が来てたらクスッと笑っちゃうようなもの。なるほど。そこに吉本興業の子が来るか。そういうことだね。見た目が面白い人が来るんじゃないですか。そうだろうね、はい、これ特に見た目だけ、インタビューとか内面じゃなくて見た感じの。だって T シャツってさ、その人のこと知らずに見るじゃない、外歩いてたら。うん、ってことは見た目だけでのっていう。見た目だけでもいいんですけど、例えば質問とかも全然難しくないですよね。はい、で、うん、一応その最初に自己紹介をしていただこうかと思っております。喋るのね。でまあ外見勝負だよね。通り過ぎる時にそいつが来てたらみたいな。そうだね、うん、何言っても別に大丈夫な方なんですね。ってことは、はい、もう大丈夫です。そこはプロの方ですね。どっちかっていうと一般の方も中には。お、はい、ただ、もう大丈夫ですというところで、こういうここに書いてあるようなこともつけられても大丈夫だよ。はい、大丈夫ですという感じです。どういうシステムでやってくるんですか。この出していくってこと。はい。あ、 T シャツが、 T シャツのね、描かれてる。なるほど、なるほど。こういう時ってさ、よくあれあんだけどさ、漢字が思い浮かばなくてイライラする。ありますね、本当に。決めたいけど漢字が分かんないからね。決めたいのにっていう。仕方なくひらがなで書いてたから、ね、思んない漢字に、ね、思んない漢字になっちゃう。で漢字出して間違えて、いやそれ漢字違うんじゃないの。いやそこじゃないの。はい、ありますね。察してっていう。そう、俺もそれがあるよね。わかります。よくあるこれ、はい、うん。では一人目の方お願いします。はい、はい、どうぞ。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。名前は進藤仁之助です。うん、職業は飲食店勤務。うん、趣味は音楽ライブ鑑賞。特技は筋トレです。お願いします。筋トレ外見でわかるもんね。ねえ、 ありがとうございます。そう言っていただけたら。ありがとうございます。仁之助っていい名前ですね。あ、そう言っていただけると嬉しいですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。飲食店って 何をされてるんですか。僕はデリバリー。あ、デリバリー、はい、配達とかをやってます。なるほどね。はい、これですかね。はい、はい、俺です。似てますね。俺です。自分の T シャツ着てる人いるもんね。たまにね。あ、分かりやすい、分かりやすい。うん、そうね、そうね、そうね、そうですね。はい、うん、イメージでいいんですよね。うん、スケベ専用。おお、はい、スケベ専用ありそうでしょ。スケベ専用、うん、この T シャツ。スケ専ね。スケ専、こがけんね。いや、こがけんはいいです。こがけんね。こがけんです。こがけんね。はい、どうでしょう、これ。はい、こういう。痩せて見える。ハワイに売ってるわそれ。よく裸のビキニのやつ。じゃあ彼にこうぴったりな、これはどうですかね。うん、職業飲食店勤務。
主に配達ですけどね。あ、分かりやすい、ね、さっき言ってましたもんね。言ってましたね。覚えていただいてありがとうございます。これですかね。これどうでしょうか。今来てるやつだ。今着てんの。今着てるやつ。すごいポロシャツ風だ。ポロシャツ風ですよ。ポロシャツじゃないんだそれって。これちょっと違う角度からちょっと行ってみたかったんですけど、彼の感じで言うと、はい、猿と引き分けられます。あら引き分けられます。なかなかですよ猿と引き分け。ね、猿結構強い。強い猿。でも猿と引き分けられる。いや相当ですよ。最後クロスカウンターぐらいですね。ぐらいですね。いやぐらい。あれ難しいな。一人の差でもういいのいっぱい出ましたよね。うん、出ました。はい。はい。失礼します。あら女性の方ですね。素敵な、ね。じゃあ自己紹介の方ね。はい。お願いします。千の瀬の子二十歳です。今レースクイーンのお仕事をさせていただいております。特技はゴルフです。よろしくお願いします。お、最高スコア77。はい、すごいですね。あ、もう相当相当ですよ。はい、10年間やってました。あ、10年で、はい、ちょっと一回スイング見せてもらってもいいですか。あ、ぜひ。いいですか。はい、お願いします。どっちに向かってやればいいですか。そのそっち向けて、こっち向けて、はい、行きます。うん、まあいいですね、入りが、うん、うまいな。うわー、フィニッシュがいいね。フォロースルーがフィニッシュがいい。ちょっとあのエンディングがいいのかっこいいよ。かっこいい。できた。こうね、エンディングできた。あ、ではもうできたんだ。全身脱毛。全身関係あります。してるかもしれないです。これはだから、うん、手書いてるだけだから、はいはいはい、どっちかは分からん。ゴルフのあのスイングがいいってことは、うん、立ったままブリッジできる。あ、はい、立った状態のまま。今日いけますか。あ、いけ、あ、いけます。あ、いいですか。え、いけるんですか。見せてたらいいです、はい、あ、立ったままそのままぐわっといけるのか、はい、柔らかいのかな。よし、いきます。うん、おー、すごい、すごいね。うん、おー、すごい、すごいね。あ、やわらかいの。筋力もあるよ。機械体操とかじゃないですか。いや、何も何もやってない。何もやってないね。すごい。やー、自力でできたってこと。あ、自力、なんかやってみたらできました。いや、できない。筋力もいるよ。鍛えてないんだじゃん。あ、鍛えてないです。すごいな。小学校の時からゴルフやって全身柔らかくて、じゃあこれだな、はい、うん、このアールノルドパーマー。アールノルドパーマーのポロシャツ。いいよ、ポロシャツのシリーズは。いや、ゴルフウェアみたいな。じゃ、うん、ごめんね、ちょっと雑になったわけじゃないけど、うん、ノコって。まだノコって。まあ、ノコって珍しい名前ですもん ね。一ノ瀬ノコ。すごいなんか、清楚な感じですもんね、うん、見た目が、うん、はい、パパ活中。あ、意外とね。えーってなる、ね、意外と、はい、うん、これはだから、振り返るよ、一回。あれ、あれ、あ、俺の錯覚かな、みたいな。声かけてくるやついるよね、うん、本当に。うん、もうちょっとかぶってんだよ。俺からいきましょう、はい、これも二度見シリーズですね、はい、この辺です。何がだよ。何が、何か分かんないけど、この辺です。いや、何か分かるでしょ、それは。何がだろうね。それワクワクしますよね、男性。それ、その辺。こうですね、うん、なんだ。ね、下の方かわいいけど、下の方かわいいけど。そうですね、実はこうなってますよっていう、うん、好きな食べ物なんですか。好きな食べ物、お肉です。お肉、お肉ね、なるほどね。焼肉ですか。焼肉です。焼肉いいですね。部位は何ですか。ハラミで。ハラミでね。ハラミ、じゃあ行きましょう。いや、雑なんだ。でもいいよ、お前も。すごい。そういうことじゃない。すごいことしますやん。じゃあこうしましょう。じゃあこうしましょうじゃない。すげえことするやん。これ頼みやすいから、そうっす。焼肉、焼肉屋さん行った時に、はい、私、分かるでしょ、私、大体。素晴らしいね、もう。なるほどな、うん、はい、うん、この、あれ持ってる感じの T シャツになるっていうね。あ、なるほど。いや、でもそれ、これいい、いいかもしれない。いいですか。分かりやすいよ。意外といいかもしれない。初めて会う人とかね、うん、いくつですか、今。二十歳です。あら、二十歳。若い、若いね。若いっすね。うん、
じゃあそんな女の子にはこれあげよう、はい、新コカド健太郎。なんでどういうことですか、全く関係ないですよ。どういうことですか。いやでもこれ着てたら嬉しいでしょ、こんな可愛い子は。いやめちゃめちゃ嬉しいですけど、新コカド健太郎絶対違うし、新コカド健太郎出たら終わりだね、彼女につけた、はい、T シャツでありがとう、素晴らしい、ありがとうございます、お願いします。だ清楚の素がまず書けない。書けない。俺も書きたかったが、木が2つみたいなやつの。清楚。素数の素ですか？違います？わからないです。わからないね。かといってここで聞けないんですよ。そうなんだ。清楚ってどう書くの？聞いたらね、書くの分かっちゃうからね。あ、携帯で調べればいいんだ。じゃあ教えてくん。あ。お願いします。失礼します。はい、どうもお願いします。自己紹介の方ね、吉本興業から来ました。来たねこの人やったんや、軟水というコンビの鶴丸と言います。お願いします。あ、なるほど、いい顔してんな。それは何が書いてあるんですか。プロフィール一覧みたいなのが。軟水、柔らかいですね。ゴールキーパー。はい、そうですね。軟水ね、はい、軟水というコンビなんだね。コンビ名が軟水と言います。はい。何年ぐらいやってるんですか。今は6年目ですね。キャラクターがすごいな。ちょっと一回これだけいいですか。はい、イラブ。イラブ、元ロッテ、元メジャーリーガー。イラブ似てますね。イラブね。イラブ、いや、剛速球投げるいいピッチャー。イラブ、うん、NSC に2回入学って書いてある。あ、そうなんですよ。1回やってて辞めて、また入り直して、そこから6年って感じです。え、何期生？東京の22期生です。うん、お、じゃあ同じ期で言うと、ナイチンゲールダンスですかね。あ、でもなんか、はい、面白いですよ、ナイチンゲールダンス。あ、ご存知ですか。はい、じゃあできました。NSC 東京22期生、同期はナイチンゲールダンス。そのままやナイチンゲールダンス。はい、できました。はい、これです。軟水と硬水で、軟水の方に丸をつけてる。なるほど、おしゃれ。本当にグッズでこれ出してもいいぐらいの、うんうん、ってことは硬水を調べてたのね。あ、そうです。そうあそこ軟水が出てたね。え、何期生。東京の22期生です。うん、東京の、はい、お、じゃあ同じ号機で言うと、あそこ軟水が出てたね。確かに、はい。じゃあこれです。着てるやつなんだよ。これはね、持ってT シャツですけど、こっちは T シャツですけどね。で、同じ柄だからな。これがあっても買わないもんね。いらないです、これ持ってるから、はい、持ってるから。好きな食べ物何。つけ麺です。つけ麺。はい、つけ麺ね。一番好きな、はい、一番好きっすね、つけ麺。おお、じゃあこのかっこいいみたいな、かっこいいみたいな T シャツで、つけ麺、つけ麺かっこいいね。ありますね。かっこいい、かっこいい。あれ、なんか、なんかブランドみたいな。いいっすね、これいい ね、これ英語っぽいやつね。一番欲しいです、それ。いいね、嬉しい。じゃあこれどうですかね。ラーメン。だからつけ麺、つけ麺が好きっつってかっこよくないし。ラーメンはね、何番目ぐらいに好きな。ラーメン、だいぶ中ぐらいっすね。本当？つけ麺が好きで、はい、ラーメンそんな落ちんの。つけ麺好きなんで、やっぱりつけないで、つけて食べたいっすね。じゃあやっぱこれだ。いや、いいっすね、それいいな。いいっすね、これすげえいいっすね、それ。じゃあこれね、だまつけ麺、熱すんなよ。もっとかっこいい、アニエスベみたいな。もっとかっこいい。なんて書いてんすか。つけ麺です。つけ麺。こっちの方がいいでしょ、そら。その、つるまるって書いてる方がいいよね、ほら。確かに。かっこよくね。でもこっちまでもあるんだよ、つけ麺っていう。こっちのタイプね。うん。こっちもかっこいいでしょ。これもあるからね、ここだけに。つけ麺っていう。いいんだ、おしゃれ大会。もう、つるまるのがいいだろ、本当に。自分の名前のが。なんでつけ麺なんだよ。これもいいよね。タグみたいなやつありますね。同じ場所に書いてるね、鶴丸をかな。これ出ちゃったら、もうおしゃれ大会出ちゃったら、はい、ありがとう。あ、ありがとうございます。素晴らしい、いいキャラクター、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ました、どうも、助かったよ。ありがとうございました。ありがとうございました。いたね、吉本
から来たキャラクターがいいね。ねえ、ネタを知らずですけど、いずれね。でもなんかやっぱ出てくるんでしょうね。軟水。お願いします。いいですね。もう本当に。佐々木伸之と言います。はい、はい。68歳。68歳。職業無職。無職。おもうやられてないですね。年金生活者。年金生活。おお。この人はこれでしょうね。タバコ買ってくるわ。タバコ買ってくるわの格好じゃない。はい、マイルドセブン一つですね。会話になってそう、俺タバコ買ってくるわっつって。タバコ屋さんの。はい、マイルドセブン一つですね。はい。今600円もすんの？タバコなの。今日はいい天気だね。どっちのセリフだよ。どっちだって。あ、ごめん、今タバコ屋の流れが。タバコ屋はいいんだよ。終わったの。タバコ屋終わったの。意外とこれかもしれないです。はい。香水。ああ、さっきのね、漢字覚えたからって使いたがんな。やっぱこれだよ、こっち。新コカド健太郎。それ出たら終わりだな。絶対違うでしょ。それ出たら終わりだな。誰でもこれ来てもらいたいの。こうですね。おじさんだよ。なあ、おじさんの顔。かな？かなじゃないよ。ねえ、よかった、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、どうも。はい。助かりましたよ。ね、じゃあお願いします。はい。はい、朝あれあったかっかな。あら。あれ？あんなかな？え？あったかっかな？あれ？あんなかな？あれ？どうも皆さんこんにちは。私の名前は。来た。白木。どうも、あ、白木です。あ、白木だ。あ、白木。あ、白木。あ、白木です。はい、はい、こちらですね。グレープカンパニー。グレープカンパニーで。もう主婦で。主婦です。はい。あの以前お会いしたことがあるんですけれども、あの神様ズという番組の時に以来なんですけれども、神様ズマジで、はい、どんなシーンで、あ、白木さん、あの不幸自慢みたいなコーナーがあったんですよ、うん、覚えてます、あの初期だ、はい、ゲストいて、ね、不幸自慢みたいな、うん、そうそうそうです、ね、そうです、あった、はい、結構長いね、はい、21年21年、はい、たどり着いたこの形です、すごいな、はい、すげえ、たどり着いたこの形、はい、はい、そうですね、できました、できました、はい、うん、親不幸いいね、そうですね、親不幸でいいじゃないですか、いやいや、分かんないじゃないですか、喜んでるかもしれないですよ、この格好を見て、いやいや分かんない、ね、どっちだか分かんないかもしれないですね、はい、分かんないですけど、うん、はい、じゃあこれかな、うん、命、ゴルドじゃ、ゴルドではない、まあ髪型は似てますけれども違いますね、ゴルドじゃないですね、はい、違います、これはじゃあこれも差し上げます、坂東栄一です、これも ね、あの似てるってよく言われる、似てる、すごい似てる、ハマリは、うん、ねえ、そっくりだよ、その時に喋った不幸の話してもいいですか、この考えてる間に、うん、あ、じゃあじゃあ、いいですよ、はい、うん、あのコンビニの ATM で、うん、あのお金を下ろしたら一万円札にうんこがついてたっていう話をさせていただいたんですよ、はい、そういう話をさせていただいたら、はい、どうだった結果は、あ、結果はあのどういうことって言ってました、三村さん、え、どういう状態って言ってました、じゃあこれですね、うんこ、そのままじゃないですか、おしゃれ、おしゃれな感じで、おしゃれな感じで、いやいやいや、ぽくてじゃあこれですね、こちらからは以上ですそれを出しちゃうとね、ああ、ちょっといいですか、あのね、あの先ほどモデルの方が出てきた時とすごくテンションが違うのは違う気がするのは私だけですか、わかります、わかりますよ、バレました、ちょっと待ってくださいよ、本当に分かっちゃう、テンション上げてくださいよ、出ちゃってます、うん、出すぎですよ、こんな出ます、さっきのおじさんの時と同じテンション、ちょっと
おじさんできた同じ店長。ちょっと待ってよ。おじさんぐらいの感じ。頼みますよ。じゃあこれですね。はい、杉本彩のモノマネ振ってくださいよ。あ、そうですよ。あったね。振ってくださいよ。ちょっとやってもらっていいですか。いいですか。はい、すいません。うん、はい。芸能人社交ダンス部の時の杉本彩さん。もう坂東英二さんにしか見えない。ありがとうございました。なんでやったんだよ、意味が分かんない。で笑ってる、笑ってる、すげえ笑ってる。完全なるシュッなすげえ笑ってる。はい、ありがとうございます、やらせていただいて。よかったですよ、なかなかね。はい、いいんだよ、それもすげえ笑ってるっていう、ちょっとかっこいいセロンのやつ、いいんだよ。おしゃれなやつ始めたら終わりよ、もう。ワンポイント、おしゃれおしゃれ、うん、あ、かわいいです、それ。本当にこれもあるよ、6年2組にシーズン。ああ本当だ、着てそうだ、着てそう、公演中のやつね。ありそうですね、こんな T シャツ、ね、最後コカドでね、はい、決めてもらって、最後僕で決めますか、うん、それめくるとどうなってるの、その男は。男はですね、あ、うん、でちなみにどっちだと思います、うん、男か女か。はい、女の方ですかね。女、うん、正解はこちら、こちらの QR コード読み込んでください。しゃい、そんなに簡単に教えませんよ。ありがとうございます。、はい、なんか分かりました、あの人自体ちょっと点検中等で点検中等で、点検中でちょっと私点検中なんで、そうですね、こんな感じでねやってますけど。あ、逆やったな、マイカ出ましたか。はい、これいいんじゃないですか、これマジで、この T シャツ。なんですか、え、このあ、お、はい、あみだくじ、はい、うん、はい、でもどっちも白着になれるな、な、どれかに、だ、そう、間違えましたね、これ。あーから言ったら勝手になりますもんね、このね、そうなの、えら、うん、上にあーがあったらあー白着になるね。そう、間違えましたね、上が白着で下があーそうでしたね、いいだったね。そうでしたね。それに直してもう一回書く。いや、もう大丈夫です。取り直さなくて大丈夫、もう大丈夫です。ちゃんとですね、なんか情報言った方がいいんですかね。好きな食べ物なんすか。あ、ステーキですね。お前その普通のが一番面白いじゃん。ステーキですね。ステーキですね。ステーキですね。美味しいもんな。はい、美味しいです。今のが一番面白いからもうかけないよ。普通で。もういいかな、じゃあ。あしらきね。あしらき。十分堪能して。もっと堪能してほしかったですけどね。あしらきが杉本彩とかいろいろやるより、ステーキとか言った方がいい。あしらき。その感じでステーキ。もうそれぐらいの芸歴になったの。あ、そういうことですか。普通のことを言うっていう。普通のことを言った方がいいってことですか。そうですね。何年ですか。初年です。でしょうね、だろうね。でしょうね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。また、白木。またぜひお願いします、うん、ね。ありがとうございました。どうですか、この古典的なね。本当大喜利みたいだったよね。あだ名つけみたいな。うん、まさか急にこんな感じでやるとは思わなかったんですけど。そうですね、よかったです。なんかどうでしたか今日は。いや、なんか自分のやつも考えてほしいと思いますね、なんか T シャツ、うんうん、だから新コカドケンタロウだっつって。いやいや、この時代新じゃないですから、僕自分似てるもんね、この時代。新ゴジラとか新コカド、うん、新ウルトラマン太郎にも似てるじゃん。あ、ウルトラマン太郎まで行ってないよ。新ウルトラマンでしょ。あ、そう、コカド健太郎の、うん、太郎ね、うん、はい、終わろうか。終わりますよ、ね、よかったです。はい、またありがとうございました、はい、オリジナル G-SHOCK を作りたい、ワクワクするぜ。あ、いいね、これいいよ。いいですね、創業者の橋尾敏夫が、橋尾敏夫がありがとうって伝えたくて、夏も冬も巡る季節を。サマーズチャンネル。